どうも最近の若いもんです。お医者さんだって幸せになりたいもん。救って救われてお医者さんになっていく。皆さん自分をお大事に。逃げないことだけ決めてみた。先生、若月先生。はい。新火曜ドラマ窓か26歳研修医やってます。1月スタート。